なんかね、バイクの旅ってね、本当にマゾヒスティックな旅で、どこ行っても休めへんねん。行くも地獄、帰るも地獄みたいな、まさに。しんどいけど、動かざるを得ないけど、動くのもしんどいけど、動いた先も地獄やから、休む暇がないというかさ、どこ行っても暑いし、エアコンないし、ずっと30度の中やし、バイク乗ったら涼しいかというとそうでもなくて、バイク乗ってもまた暑いっていう。今すごく帰りたい。ホームシックが限界に来てる。あー、俺本当に日本一瞬できんのかな。途中で脱落する気がする。辛いよ。中道走るの飽きたし、暑いし、しんどいし、辛いよ。家帰りたい。エアコンと空気清浄機オンにしたいよ。しんどい。ちょっとね、いずれにせよその体力的な限界を感じつつあるから、ホテル的なところに泊まってしっかりと寝ないと、このまま精神的にも追い詰められるな。休息が何より重要や。今日はホテルやわ。つまり明日もホテルか。じゃあね、明後日は雨やね。明後日は雨やから、明後日はね、多分走らずにホテルかどっかでおとなしくしてると思うんやけど、そうすることになると今度はやな、明日はちゃんと走らなあかんってことになるやろ。でも体力的にはね、明日俺は走れない。すごい絶景の中を走っております、私。でもね、もう絶景お腹いっぱい。絶景もいいわ、ありがとう。この薄い密度にももう耐えられない。無理。リーム、帰る。帰りたい。帰りたいな。帰りたいわ。まだ帰れるぞ、東京。東京に帰って ZR1400 を売るんや。すべて解決する。幸せになれるぞ、そしたら俺は。そしていつもの生活に逆戻りや。それでいいのか。家の中でずっと一人で文章を書き続ける生活に戻っていいのか。いや、あれはあれで幸せやな。あれでいいのかもしれない。これはこれで地獄やし、あれはあれで幸せやし。あんま贅沢言ったらあかんな。これはこれでしんどいわ。ブログ書くだけで生活できるなんて、そんな幸せなことないやろ。だいたいバイクで日本見てどうすんねん。何も見るもんないやろ、日本なんか。見ろこれを。地平線まで広がる田んぼや。これや、これが日本の姿や。どこ行っても一緒や。得るもんなんかないわ。帰りてー。もうちょっとやってみる。1週間ぐらいやってみる。最悪でも北海道には行く。北海道に行って、でやっぱりこれ違うって思ったら帰る。はい、とりあえず笠間山神社向かいます。もうちょっとスピード出さないと。俺今日まだ66キロしか走ってないから。時刻がね、12時15分でね、とにかく暑い。気温30度。俺はね、いつも家の中にいるときはエアコンを27度にしてんねん。半袖半ズボンで27度でやっとちょうどいいぐらいやのに、30度なんかされたらもう暑いに決まってるやろ。だいたいさ、夏なんかさ、外に出て活動するような気温じゃないんやって。夏だからちょっと外で楽しもうよみたいな。違うから、夏だからこそ家引きこもれ。自分を大切にせよ。だから熱中症とかさ、脱水とか起こして倒れんねん。命を粗末にするな。夏はエアコンつけて家引きこもっとけばええねん。冬も引きこもれ。家出るな。右か。はい、笠間山行きます。頑張れ俺、頑張れ。多分ね、休めば変わる。今すごく帰りたいけど、超絶休んだらすごく北海道行きたくなると思うから。大丈夫、ツーリングは楽しい。みんなに夢を与えるんだ。俺はみんなに夢を与えるんだ。この辺、これ右、これ右で目的地、これがそれや。やばい、誰もいない。人がいなさすぎて到着したことに気づけなかった。14時が差し迫ってて、俺の体がね、もう気温に耐えられないって悲鳴を上げてるから。はい、ちょっとごめんなさいね。ちょっとここ止めさせてもらいますね。一瞬なんで許してくれ、頼む。 P500 円って書いてある。じゃあ止めねえよ。
バイクの数少ないメリットって駐車場代がかからないところなんだよな。と言ってもだな、変なところに止めるわけにはいかんから、止めれそうなところがないな。っていうかここでいいっしょ、誰の邪魔にもならへんし。はい、ちょっと日光が気になるな、すごく。そっちでもいいけどね。一瞬で戻ろう。ようこそ笠間稲荷神社へ。はい、クレジットカードを作れるぐらいしか情報を知らないから、ドローンの持ち込み操縦撮影等の行為は固くお断りいたします、笠間稲荷。おお、千羽塚。なんでや、ここ茨城やぞ。はい、笠間稲荷、左右に祀られてるのは金剛力士像みたいなやつやな。中国系の感じがあるな。以上、水戸へ行きます。ちょっと体力的な限界を感じるから、角国屋さんで14時から15時まで、一番一日の暑い時間帯はこのお店でちょっと涼むことにします。そばやな。うまい。角国屋さんで美味しいとろろそばをいただきました。なかなか美味しいお店やったね。温泉好きの気さくなおばちゃんがやたら温泉を勧めてくるそば屋やった。今日はね、なんやかんやで今走行距離が 99.6km で、時間が15時20分25分ということで、昨日茨城入ってで、今日も茨城にいるわけにはいかないから、絶対に福島までは最低でも行きたいということで、位置的にはこれから郡山を目指していこうかなと思っております。で、郡山行ってから、まあもうちょっと行けそうなら福島の方まで行っちゃおうかな。まあね、昨日正直ね、健康ランドのジジイのいびきがうるさすぎて全然寝れんかったから、昨日寝たんが3時かで、今日起きたん8時やけど、合間合間もちょこちょこ起きてたから、ろくに寝れてないよな、相当眠いというところではあるんですけど、お前ツーリング3日目でまだ1軒 ?2 軒東京と茨城って隣接してんの？してないな。あ、じゃあ一応2軒は進んでんのか。ツーリングさ、3日目でまだ2軒しか進んでないっていうのはちょっとまずいから、最低でも1日1軒っていうペースを守らないと、梅雨がね、来ちゃうから、6月5日に。で、それでなくとも5月29日は雨の予報やから、そこはね、あんまり走れないというのを見越して、5月、今日明日今日の残りの時間とあと明日、なるべく距離を稼いでおかないと、この先まずいと、工程が。北海道が間に合わないということで、今日はちょっと頑張りたいと思います。眠いけどね、自分に鞭を打ってやっていければと思います。あー、しんどい。眠い。ただなー、パフォーマンスが落ちるんだよな、やっぱり。この旅ってなるとさ、長期旅行ってなるとどうしてもそのパフォーマンスをどう保つかっていうのが重要になってくるね。今日頑張れば明日休めるとかじゃないや、明日も同じように走らないといけないし、明後日も同じように走らないといけないわけでしょ。走ることを優先しすぎたあまり、それによって事故を起こしてしまったら本末転倒やし、俺の集中力が持たないというところもあるね。あ、そこもバランスはちょっと今後考えながら、さすがにちょっと進みが遅いっていうのはやばいから、今日は頑張ります。明日からちょっともうちょっと気を抜いていきます。眠いな。でね、俺今日の教訓で分かったことがあるんやけど、13時から15時は走るな。これね、鉄則やね。今後守った方がいい。13時から15時はもうね、長距離ツーリングするんであれば絶対に走ってはいけない時間で、31度2度を超えてくんね。1日だけ頑張るとかやったらいいけどさ、まだその暑くなり始めで俺も体が慣れてないっていうのもあって、このまま行くと多分本当に熱中症とかで倒れちゃうから、走行中ずっとグロッキーはまずいやろ、さすがに。水戸むっちゃ都会やな。すげえ、想像以上やった。おー、微妙だな。どうしよう。こっちって大丈夫ですか？こっち大丈夫。あっちの方がいいってことですよね。そしたらちょっとチャリンコがあれですね。こっちでもいいですか？あ、大丈夫です。すいません。はい、到着。あ、ホテルすげえな。赤社長カレーをもらいました。極めて快適。やっぱりホテルはアパだね。